信号が赤にもかかわらず、信号を無視して突っ込んできた吉沢容疑者の車は、自転車に乗る女性を女性の下敷きになるような形で倒れ込んだ。だが被害者をよそに車は再び加速。次の信号で一旦止まったものの、吉沢容疑者が降りてくることはなかった。